こんにちは、温み屋ニュートラルのカンです。皆さん、自分の体に感謝したことありますか？日々お客様の体に触れて感じることは、体が知らんぷりしている状態の方が多いんですね。もっともっと体に意識を向けていると体の声が聞こえてきます。本来体はいろんなことを発信しているし、それをキャッチしてほしいです。体の責任者は自分という認識を持ってください。病院や薬に依存しすぎの方があまりにも多いです。不調な時、まず温めてみてください。体には肉体の知性があり、体に必要なことを体がし始めますよ。体は自分の人生に向かう乗り物です。魂の乗り物の体。毎晩体にねぎらいと感謝をして寝てみてください。もっとご自身の体を大切に扱ってくださいね。